アンジェラ・アキは、日本の女性シンガーソングライター、ジャズピアニスト。徳島県板野郡板野町出身。日本人とイタリア系アメリカ人のハーフ。身長166センチメートル。1977年9月15日、徳島県板野郡で生まれる。1980年、3歳からピアノを習い始める。徳島市の生高小学校に6年生まで通った後。あと、 1990年に岡山へ転居し、中学時代を過ごした。中学は私立清新女子学園清新中学校で過ごす。1992年の後半、15歳で家族と共にハワイに渡り4年生の高校に通う。この頃、ニルバーナやグリーンデイの音楽に衝撃を受ける。また、音楽以外にサーフィンにも打ち込んでいた。 1996年、ワシントン DC のジョージ・ワシントン大学に入学、政治経済学を専攻。大学1年生の時に、サラ・マクラクランの学園祭ライブを見に行った際、スタジアム内の1万人の聴衆がサラと1対1で向かい合っているのを感じ、自らも音楽を通じて人と繋がるために生まれてきたことを確信したという。その経験がきっかけとなり、 本格的に音楽活動を開始。大学卒業後、そのままワシントンで就職して歌手を目指すことになった。昼間は会社で秘書として働き、夜は9時から12時までバーやライブハウスで歌うという二重生活が続いたが、次第にその生活に疑問を持つようになった。そんな時、会社の上司に音楽にかけてみることを勧められ、 覚悟を決めた彼女は勤めていた会社を退職。中華料理店でのアルバイトの傍ら、クラブやライブハウスに出演し、デモテープの作成に努める。2003年2月、自作の曲がヤクルトの CM ソングに採用される。この楽曲提供がきっかけとなり、歌手デビューを志して26歳で日本に帰国。各地に売り込みに回ったが、 年齢が足かせとなり、取り合ってくれるところはなかった。しかしこの年の9月27日、シーナリンゴの日本武道館でのライブを見て、サラ・マクラクランのライブを見た時の確信を思い出し、自分も3年後の2006年までにこの舞台に立つ、という目標を立てることで自分を奮い立たせた。その後もライブハウスを巡ったり、デモ曲を約500曲作ったりと、精力的に、 音楽活動を続けた。2004年、日立 DVD カム、ウーの CM ソングを担当。2005年3月、インディーズからピアノ弾き語りミニアルバム、ワンをリリースし、日本での CD デビューを果たす。地道な下積み生活が関係者の目に留まり、好調だったミニアルバムのセールスも相まってメジャーデビューが決まる。ワシントンに住んでいた頃に、 アメリカ人男性と結婚するが、離婚。その後2007年3月9日に再婚したことをブログで発表した。2012年2月20日第一子となる男児を出産。特島弁で話す。伊達メガネ、T シャツにジーンズ、およびコンバース車の靴を愛用している。好きな音楽について、メタリカ、マキシマムザホルモンをあげている。また、酔って家に帰るときに、 大声で歌う癖があり、その際のレパートリーの中で特に気に入っているのが、大塚愛の曲、チュリップとのこと。2010年9月21日放送のニュースゼロ内のカルチャーで取り上げられた際、将来グラミー賞を取ることを念頭に置いて活動することを明言。そのために、英語の曲を増やしたり、グラミー受賞者のジャニス・イアンのスタジオを訪れるなど、すでに地盤固めに入っている。 目標達成に対する期間設定と行動が明確で、日本武道館の単独コンサートも目標設定の3ヶ月後だったという。影響を受けたミュージシャンとして、フィオナ・アップル、ベン・フォールズ、メイシー・グレー、サラ・マクラクラン、シーナ・リンゴ、ジョニー・ミッチェル、スマッシング・パンプキンズ、アラニス・モリセット、コールド・プレイ、TLC、カニエ・ウエストなどの名前を挙げている。 アメリカ在住当時は英語で作詞していたが、鬼塚千尋の月光を聴いて、日本でもアラニスモリセットやサラ・マクラクランのように自分の身を削っていたいたしい部分をさらけ出すような曲を作っても良いんだと悟り、日本に帰国後は日本語で歌詞を書くことにこだわり続けている。ピアノ弾き語りが中心であるが、スタジオ録音版ではバックにドラムやベース、 ストリングス等を取り入れた楽曲がほとんどである。ピアノの演奏技術は身体的制約もあって、ピアノを打楽器のように扱い全身を使って行うダイナミックな演奏も特徴の一つである。自身が監修したピアノ用楽譜を多く出版している。武道館ライブの楽譜に至っては、その当時の MC や曲の途中のアドリブ演奏まで含めた財布となっている。 オリジナルアルバムベストアルバムありがとうございます。